ックよりダイアナの泉を弾いてみました。流れるような泉を連想して弾いてみる。アルペジオに右手と左手の役割分担をしっかりと意識して、音量のバランスもきちんと取れるとピアノはもっともっと上手になります。フォルテとピアノ、しっかりと音量のバランスを理解して弾けると、とってもピアノは表現豊かに演奏ができます。毎日少しずつ、今日はこの曲を仕上げよう、練習の目的、目標を大切に、ピアノを学ぶ気持ちを大切にしてくれると、もっともっとピアノは楽しくなります。難しいからできないではなく、難しいからやってみよう、できるようになるとはすごいな、できて嬉しいな、やったと思います。先生も日頃いろんな曲にチャレンジをしています。良い子の皆さんもピアノを学ぶ意識、もっと上手になりたいなという気持ちを持って、また先生にいろいろとお話をしてください。無理をしなくてもいいんです。少しずつ、今日はこの曲を弾いてみよう、この部分が上手に弾けると嬉しいな、小さな目標や練習の意識を持って弾いてみることで、ピアノはもっともっと上手になります。ダイアナの泉でした。